でちょっとねそれをちょっと簡単に弾いてみようと思うんですね。さっきやったっていうのに伴奏をちょっと分かる範囲でつけてみますね。最初が Em のコードだったですよね。それなんでベースメロディーその間にっていう1、2、3、4と4本の弦が余ってるのでちょっと全部弾いてみます。そうするとこういうことになりますね。で次 Am だからベースは5弦でメロディーは2弦からなんで4本、2本の弦がここに余ってきますね。でベース、バソバソ、メロディで次 D7 でメロディが1弦でベースが4弦ということになりますから真ん中に2本余っていますね。これをというふうに弾きます。次の G のところだと2弦がメロディで6弦が伴奏だからということになりますね。ちょっと連続して弾いてみますと、という流れになりますね。ずいぶんまあベースとメロディーだけだったものに比べると厚みが出たなというような感じになろうかと思います。